来年のパリーグで苦戦しそうな球団はどこだ、コメントにお願いします。ソフトバンク。ソフトバンクってピッチャー王国のイメージあったけど微妙だよな。地味に打線もやばいよ。ギータがいつ衰えるかわからんし、リチャードあたりが覚醒しないとまずい。日ハム。若手が多い分未知数な部分が多いから読めないよな。みんな最下位だと思ってそうだけど、噂はいなくなりそうだから先発看板いなくなるのは苦しいだろうね。他球団ファンやが再開はやめてほしいな。オリックスは由伸いなくてもそこまで変わらなさそうなのが怖い。絶対的エースは出てくるかわからんけど、まだまだすごいピッチャーでできそうだもんな。オリックス以外優勝はなさそう。ぶっちゃけオリックス以外苦戦しそうだよな。日ハムは打撃陣がまた苦しんでそうだな。楽天は松井いなくなるし、ピッチャーもきつそうだな。打撃陣はまだマシかもしれんが、守護神ってめっちゃ大事だもんな。西武も打撃陣は苦戦するだろうな。山川は FA らしいし、おかわりももう廃れてきたし、12球団で一番打撃はやばそう。ロッテは苦戦しそうだけど、苦戦しなさそうな予感もあるし不気味。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。